はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞〇7をお送りします。で、今回はですね、3つ助動詞を取り上げていきます。ポイントちょっとね、多めになってるんですけど、今回は助動詞のう、そして酔う、そして舞です。この3つをね、取り上げていく感じで、ポイントの中にね、3問あって、こっちも含めると全部で8問問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部ポイントも含めて全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントの方からまず確認していきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ね、その、うと酔うはまあセットなんだよ。で、そこに舞をくっつけたのは、これね、ぜひ、うと酔うと舞は全部セットで覚えちゃうと楽です。いいかな？で、まず、うと酔うなんですけど、これ、助動詞、うと酔うは、二つです。意味、二つ。意志、そして水量です。で、この、意志と水量がどういうものかっていうのは、こっちでやりますので、まず言葉だけ覚えましょう。意志と水量ね。で、の意味を表し、まず、うです。うは、ほにゃらら活用の動詞、形容詞、形容動詞に接続します。で、これ何活用かっていうと、うは、五段活用の動詞、あとは形容詞、形容動詞ね、に接続すると。で、酔うの方は、さっき言った1番、五段活用以外の動詞に接続します。一応そういう区別がある。いいね。うは五段活用の動詞、形容詞、形容動詞。で、酔うは五段活用以外の動詞です。上一段とか、下一段、左辺と下辺とかね。で、ここね、これでうと酔う終わりなんですけど、いつもほにゃらら系に接続するって書いてたじゃんか。で、今回ね、問題には取り上げてないんですけど、うと酔うは両方とも未然形に接続します。これね、未然形に接続です。で、次、舞の方ね、行きましょう。で、助動詞舞は、その意志と水量ってあったでしょ、今。それの両方打ち消しになります。だから、打ち消しの意志、打ち消しの水量なんです。この二つの意味がある。だからね、セットで覚えてしまうと楽ですね。で、その意味をね、あ、ごめん、その、を、水量を表していて、で、五段活用の動詞のほにゃらら形、そして、それ以外の動詞のほにゃらら形に接続します。これまたね、五段活用でちょっと区別が出てくるんですけど、まず、五段活用の動詞に接続するときは、終止形なんです。五段活用の時はね。で、その五段活用以外、上一段、下一段、下辺、左辺ですね。の時は終止形じゃなくって未然形なんです、ここ。ね、ややこしいとなってるんですが、まあこれね、覚えておいてください。で、いつもある、活用の表がないんですよ、今回。で、実は、う、よう、まいに関してはすごいシンプルなんですね。ちょっと口で言います。で、どういう風にシンプルかっていうと、終止形と連体形しかないんです。あと全部ありません。未然とかね、上とか下は。で、その二つは同じなんです。うは連体も終止もう、う、よう、よう、まい、まいと。それだけなので、今回カットしちゃってます。もしね、気になる方は、教科書とか必ず載ってますので、う、よう、まいね、見てみてください。で、じゃあね、その、これから、う、う、まい、まい、ようとありますので、それがポイントの中の4つから意味を探します。で、4つっていうのは、意志、水量、打ち消しの意志、打ち消しの水量ですね。で、まず、どうしようかな。まあ、うから行こうか、普通に。で、これは結局、意志と水量ですね。こっち、打ち消しになるけどね、両方とも意志と水量に区別したいんですが、キーワードがあります。いい。で、そのためにちょっとね、今回左側開けてるんですけど、キーワード1です。だろうです。だろう。あ、切れてる。ごめん、ちょっと待ってね。よいしょ、失礼しました。もうちょっと右に詰めなきゃダメか。よいしょ。縦に書くか、そしたらね。キーワード1が、だろう。で、この、だろうっていうのが、水量を探すときのキーワードになります。で、もちろん言葉が違うので意味はちょっと変わるんですけど、水量ってちょっと聞き慣れないでしょ、言葉として。で、言葉を言い換えると予測する感じ。なんとかだろうって、予測する。それが水量なんです。
で、もう一個のキーワードが、こっち青にしようか。こっちがね、つもりです。つもり。で、つもりっていうのが、意思のキーワードになります。まあ、これは意思っていうのは、ほにゃららするつもりだよみたいな感じの意思です。で、このキーワードを使ってどうやるかっていうと、そのうとか、まあ、前はね、後でやりますけど、まずうとように関しては、そこにだろうとつもりを入れてみて、ちょっと言葉変えていいから。あのね、うのところにきっちり入れなくて大丈夫です。頑張ろだろうとか、頑張ろつもりって入れちゃダメ。そうするとね、両方ともおかしくなっちゃうから。じゃなくって、この意味合いを含めて、どっちがしっくりくるかって。それで探していってください。例えば、あと少しだけ頑張ろうっていうのは、あと少しだけ頑張るだろうなのか、頑張るつもり。どっちの方がしっくりくるか。今、頑張るってちょっと言い換えてるからね。で、これは、あと少しだけ頑張ろうっていうのは、頑張るつもりなんだよね。意思があるそこに。で、つもりの方がしっくりくるので、これの答えは、意思になります。いいかな。で、次ね、明日は晴れになろう。この言葉自体もちょっとね、違和感あるかもしれませんけど、これは明日は晴れになるだろうなのか、明日は晴れになるつもりなのか。これはなるだろうだよね。なるつもりって意思でどうもできないからね、天気だしね。だからだろうの方がしっくりくるので、これは水量になります。で、ちょっと前置いといて、先にようやっちゃおうか。あそこまで行ってみよう、これもあそこまで行ってみるだろうなのか、あそこまで行ってみるつもりなのか、これはどっちがしっくりくるかっていうと、これは意思だね。あそこまで行ってみよう、行ってみるつもりなんだよっていうことを言ってるので、これは意思になります。で、実際ね、今だろうとつもりで分けてるんですけど、意思の方は意外と読み取りやすくって、意思でしょ、人の感情とか思いが入ってる。これもあと少しだけ頑張ろうって、誰かが頑張ろうって意思があるね、思ってるんだもん。これも誰かがあそこまで行ってみようってね、意思がある。だからそうやって分ける人もいるんですけど、ちょっとね、うんって思う子はぜひこの2つを使ってみてください。で、それを覚えてしまえば、まいっていうのは、水量と意思の打ち消しなのね。で、打ち消しなんで、両方ともないをつければいいんです。いい？ないだろう。ないつもりです。いい？それが打ち消しの水量と打ち消しの意思です。で、それも当てはめる。だから6番は、彼が泣くことはあるまいっていうのは、彼が泣くことはないだろうなのか、彼が泣くことはないつもりなのか、どっちか。で、これだったら、彼が泣くことはないだろうのがしっくりくるでしょ。だから、ちょっと省略でごめんね。打ち消しの水量になります。ちょっと幅ないんでごめんね。打ち消しの水量。で、もう一個。もうあの人には会うまい。ね。もうあの人には会うまい。これも、もうあの人には会わないだろうなのか、もうあの人には会わないつもりなのか。で、ここはね、ちょっとね、両方ともしっくりくる感じがするかもしれないんですが、これ打ち消しの意思になります。で、なぜかっていうと、もうあの人には会うまいって誰かが思ってるよね。これ誰かがこう主人公がいて、その人が思ってるって話なので、意思の方が近くなります。で、実際、今のね、最後の問題みたいに、ちょっとグレーゾーンなのがあるんだよ。両方当てはまるんちゃうかみたいな時もあるんですが、ひとまず、このだろうとつもりで区別してみてください。で、あとはそこのね、主人公がいる、話の主人公がいるみたいなところで分けても、結構ね、分けやすくなってくるんですが、まずはこれでね、やってみてください。では、今回は、中学国語、助動詞〇〇をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、次、ようだ、そしてようですと、この二つについて取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。